皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ひろこのウィークリーゴールデー、ようこそ。二千二十二年六月二十九日。今回は、貴金属スペシャリスト・池水雄一さんとお届けします。池水さん、どうも、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 さあゴールド今ね値動きこうちょっと乏しくなっていますこのところその金利がどうとか金融要因で語られることの多いゴールドなんですがゴールドはコモディティの側面もあるので需給というのも重要なポイントですよねそうですねはいはい ということで今日はゴールドの最新受給レポートが出ているということで、どのような内容なのか、池水さんに解説いただきたいと思います。はい、ではまず価格動向を見ておきましょう。ニューヨークは、COMEX は昨日二28日の終値が表示されておりまして、価格の比較は1週間前の放送時との比較。この1週間はちょっとやっぱりこう貴金属軟調でした。大阪の貴金属 続は、今日二十九日十一時点の価格が入っております。一週間の比較で、やっぱどれも下がってますね。そうですね。あの、まあ、ちょっと本当に静かなマーケットになってしまって。えー、ゴールドなんかは、やっぱりもうレンジの中での動きでしかないんでですね。はい、えー、ちょっと。新たな動き、動きというか、要因待ちかなっていうなイメージですね。はい。ちょっと、あの、別番組になるんですが。 まあ別番組だったこのプラチナねこれちょうどこの900ドルのとこに線引きましたててててと900ドルでこうちょっと反発してるっていう話<ー>このあたりは興味深いですね。う,すねうんちょうど昨日ラジオ日記で入りましたね。はい。やっぱり900ドルぴったりで反発して今日920ドルぐらいまで戻ってきてるんで、うん、やっぱり買ってんのかな中国が <laughs> っていう, <laughs> ていうちょっとそうがしますね。<laughs> そうですねキムさんの他の番組もチェックしていただければと思います。はい、さあでは今日のテーマこの。 ゴールドフォーカス2022レビューということで最新受給なんですがその前にお知らせですさあこのウィークリーゴールド今会場型のセミナー全国展開しております7月9日は福岡に参ります福岡楽しみですね今日締め切りだそうです今日の夜12時締め切りですので9日土曜日私たちに会いに行きたいという方はぜひ今日中に締め切りですので申し込んでください今日,今日中ですねはい 7月23日は横浜、そして10月1日は広島ということで、えーあの 小じんまりとした人数を限定的にしたセミナーとなりますので、お早めにお申し込みいただければと思います。こちらの QR コードを読んでいただいて、お申し込みいただければと思います。この番組は、豊かで豊かに豊かトラスティー証券の提供でお届けします。では、早速、池水さんに教えていただきましょう。ゴールドもコモディティ、ものがあるということで、その需給は非常に重要です。このレポートは、 どこのレポートですかはいあのメタルズフォーキャスっていう会社ですね調査会社があるんですけれどもあの昔 GFMS ゴールドフィールズミネラルサービスっていうあ<ー>あの会社があって、まあ、そこから、はい、あの、まあ、そこの連中がこう分かれてですね同じような会社を作った自分たちで作ったと。うんはい 今のレフェニティブに変われちゃって、はい、もう自分たちの思うようにできないっていうことで、まあ、中の連中が自分たちで作った会社がこのメタルズフォーキャスで。えーまあ、ゴーールドレポートそれ 昔のゴールドレポートですね。今、ゴールドフォーキャスって言ってます。あと、PGM フォーキャス。それから、シルバーフォーキャスあ。シルバーはシルバーフォーキャスっていう名前じゃないんですけれども、ワールド・シルバー・インスティテュートのレポートという形で、毎年ですね、各メタルの1年間、 1年間の,その新しい情報をもとに需給の分析をしたレポートが出て、はい、でこのゴールドに関しては先日、私がちょうどシンガポールにいた、はい、のこにメタルズフォーカストのニコス・カバレスという、まあ、友達がいるんですが、彼があその日に発表したということで、えー、僕は一応あの、なんだっけ、えー、ほ,んほん、よえしょ。 ここれれですねこれあ立派なはい立派ですよ、重たいんですよ。10冊ぐらい持って帰るって言われたんだけど、はい、ちょっと勘弁してくれって2冊だけもらって帰ってきたんですが、<laughs> はい、あの最近はねあの僕はもう PDF でもらってるんで、うん、ダウンロードする方が楽なんでですね、PDF でもらってるんですけど、まあ、まああ GFMS 時代からこういうのが毎年1冊出てきて、えー、僕はその GFMS の頃から続いて1980年代からずっと一冊ずつキープしてたんですけれども。 ただ、もうあんまりその昔はの持ってても意味ないなと思って、昔やめたときに全部古いやつ捨てて捨て捨ちゃって、<laughs> 過去を捨てた男になってるんですけど、<お>持ってたらよかったかなとちょっとは思いますけど、ね。欲しい人いたかも,かもしれません、ね。ねええまあ、要は、この2022年だったら、うん、10年前からのやつが書いてるんですよ。うん、毎年1年ずつ過去のデータ消えていくんですね。そそうなんです、ねうん、それを考えるとやっっぱ持っててもいい かかったかもしれないいと思いますけどね、はい、では最新の需給見ていきましょう。はい、これはまだね多分ね日本だと誰も紹介してないんでパンデミックの関係もあるとは思うんですけれど、えー、今回はシンガポールで発表になったばっかりのこの数字ですね。はい、でこれがまあ大本っていうか一番まあ重要で重要といってもいいサプライアンデマンド。 受給表ですね、はいえー、2013年から、えー、今年、まあ、今年はまだ終わってませんけれどもだいたい今までの数字でどうなるかっていう予想の数字が入ってます。はい、で、あのーまあ、これ見てる皆さんちょっとつかんでてほしいっていうか覚えててほしいのは、えー、金ゴールドの鉱山生産。 はい、この一番サプライの一番上ですね、マインプロダクションが大体今、3642トンってなってますけれども、はいえー、こういう数字になってますよと、はい、いうことですねあの、あんまりゴールドの場合は、えーまあ、世界中で取れるから、その昔みたいに南アフリカ一国が1000トン掘ってるなんてことはもうないんで、うん、あの非常に安定してますよね、はい、あんまり大きくぶれない。はい この10年間のまあまあ3000トン、もうほぼほぼ大体3500トンを中心としたアレンジで2 300トン変わるか変わんないかぐらいのレベルですよね。そうですね。はい。はい。これが、えー、あとまあそれに加えてリサイクル。あの、要は都市鉱山みたいにですね。はい。えー、あの、一度使ったゴールドを、まあ宝飾品等々をかき集めてきて、またそこから金地金を作るみたいな。 はい、それが大体1100トンから1200トンぐらいの数字が、まあ、例年の数字なんで、うん、で両方足すと、えー、トータルサプライが2 0 2十年は4800トンぐらいというふうに見られてますね。うん、供給はまあ不安がないということですね。とういうことですね。だから毎年、はい、まあこうやって増えていくという、地上にある金は増えていきますよというふうに思ったんですね、うんはい。需要の方はいかがですか、はい、需要はあの やっぱり、えー、宝飾品とか、宝飾品が一番大きいですよね、これ見てもらえると2200トンぐらいが宝飾品として金は使われているはい、はい、で、あのー、あとネットフィジカルインベストメント、これ、需要欄の3つ目、1141トンとなってますけど、はいあのー、これは要は投資の現物買いみたいなところですよね。はいで 金の特徴としては、このインダストリアルデマンド、はい、デマンドの2つ目ですね、工業用、はい、産業用需要といったほうがいいかな、産業用需要は、はいえー、わずか335トンしかないと。少ないですね。そうなんですよ、はい、トータルデマンド、うん、一番最後の数字ですけど、トータルデマンドが4100トンのところを、えー、の中でとあの、実際にものとして使われているもの。 要は産業用の材料として使われている量というのは335トンしかないと。あの電子回路とかですね、携帯の中ですか。そうですね、まあ、要はそう、あのあのマザーボードとかに使われたりする部分ですけど、でもそれはゴールドの需要全体の中では、本当にもう10分の1以下の数字でしかないっていうのは、これがやっぱり大きなゴールドの特徴。逆に言うと、ゴールドってもうそのまま持つ。 需要が一番でっかいですよっていう話ですよねこれはやっぱり PGM とかシルバーとの大きな違いあともう一つ注目すべき点は最後のネットオフィシャルセクターバイングってありますこれ中央銀行の売買ですけどあ、はいえー、まあ2022年も470トンってなってますからああのー、まあ、結構な量を中央銀行がやっぱり買ってるっていうことですね、うん これもゴールドの特徴あの中央銀行はゴールドを買うけどシルバーやプラチナは買わないというとこですね。でトータルで見ると4125。そうですねで。ということはこれバランスするとですね、うん、あのサプライが4800あって、うんえー、デマンドが4100ちょいだから、まあ、700ぐらいは。 あの余ってるっててるそうですね。ええ、で<の>でもそのうち150トンぐらいは ETF が買ってるんですその下のね。あ<ー>ということはネットで、えー、2022年は550トンぐらいのまあサプライオーバーサプライっていうか供給肩っていうこと、うん、形ですよね。うんじゃこれだけの数字を見るとそんなにゴールドの開業員ではないという状況ですね,そうですねなかなかその19、はい、ゴールドは プラチナとかとは違って、需給要因で動くっていうのはあんまりないですね。すねうん、余裕があるから、す,はい、すごく余裕があるから、はいはい。では、そのゴールドの供給量というのが、えーどの、どのようなバランスなのか、ちょっとこうやってグラフで見ると分かりやすいですね。すねさっきのはちょっとこれグラフにしただけですね。はい、あのやっぱり鉱山生産が8割近くを占めてて、うん、あとの2割は、えー、スクラップ、まあ、いわゆる二次供給っていうやつが、うん、あーゴールドの形になってます。 えーまあ、右側の縦グラフもまあ同じことですね、同じことを年別に出してると、だ、はいたい鉱山生産も、そうですね、ねスクラップも安定しているということですね。はいはい そしてどこで取れるのか、これちょっとね、今話題なのが、うん、あのロシアが制裁されて、ロシアの金は買っちゃダメだよっていうことになったっていう話なんですが、ロシアって2位なんですねそうですねあの、このところ1位、2位、3位は非常に近いですね、これ、数字見ても分かると思いますけど、うんはい、中国、ロシア、オーストラリア、大体300トン前半ぐらい。 えー、作ってます、ねうん、でその次、えー、200トン未満になってしまいますけどカナダアメリカがやっぱり似たような数値190トンぐらい、えー、あと100トン100トン超えはもうブルキナファソから始まって12位の、うんえー、ペルー6位のペルーかガーナかガーナまでが100トン以上残ってるっていうまあこれ大事なのは全体的に見て非常にこう 地理的にも数量的にもうまくこう配分されてるっていうことですね、うん。いろんなところで取れるってことですよね。だから南アフリカあの、ね、1960年代、70年代、本当にガリバー的な存在だった南アフリカは今10位で113トンですから、ピークに比べるともう10分の1ぐらいに減ってるんですね。これは、ね、<ん>まあ,ある意味いい,い,い 鉱脈を掘り尽くしたっていうことが言えると思うんですけど、はい、はい、だからそういった意味では今金の供給っていうのは非常に安定しているとでこの中これ全部で世界の下さっきありましたけど三千三百トンぐらいなんですねこの中だと、はい、でその中のロシアってやっぱり十 1割ぐらいは占めてるんですがただこの1割がじゃあわれわれ西側諸国にどれだけぐらい回ってきたかっていうと例えば日本、ね、この間 G7 でロシアの金の、えー、輸入禁止みたいなことを、ね、G7 で決めたっていうのがすごいニュースになってますけどでも実質的にはこれ全く影響ないですねっていうのは。 誰もロシアの金なんて輸入してなかったから、そ,ね、<laughs> そもそもそれ事態は何にも変わらないもと,もと,ということになりますね。はい、だから、まあ、G7 での声明っていうのは、要はアナウンスメント効果を狙ったものであって、実質的にそれが、じゃあ、金の値段に関係してくるかっていうと、ほぼほぼ関係しないですね。ロシアにとっても、売ろうと思えば中国とかインドとか。 あとブバイですね。<ー>中東とかには全然問題なく売れるんで、はい、まあ制裁の意味もあんまないか、ただ単にアナウンスメント効果かなという気がしますね。<ー>はい。そしてこの右側の表が珍しいですね。鉱山会社のランキングなんですね。そうですね。世界の鉱山会社、はい、大きいところどれぐらい作ってるかっていうランキングです。んあんまり日本では見にしない。当然日本の会社なんてしたもないですから。うん、<laughs> あの入門と バリック、はいはい、この辺りはやっぱり非常に有名1位2位がダントツでですね、はいえー、ありますねであとはなかなかみんな聞いたことがない会社ばっかりじゃないかなと思います。そうですね、うん、やっぱりニューモントとバリックはもうズバ抜けで大きな鉱山会社だし、はい、世界、まあの市場ってか世界で均衡株っていうとどうしてもこの2社が。うん 一番代表的なアカウントしてね、うんえー、取引されていると思いますね。はい、そして、ゴールドはものですから、まあ、生産する時のコストっていうのがね、あのはい、投資家でも一時注目された時代がありました、コスト割りするとね、やっぱり生産活動が鈍るなんて話があるんですが。 このコストこのレポートの中でやっぱり注目すべき点としてやっぱり採掘コストは知っててもいいかなと思いますね。うん、でこれ毎年結構変わるんですけれども2021年昨年の採掘コストをこうやって計算するとこの左側の表なんですけれども。はい あの、これいろんな地域別にどれぐらいコストがかかってるかっていうのが出てて、はい、で、一番下のがですね、グローバルトータルってことで、えーまあ、地球上、世界の採掘コストの平均ですよっていうことなんですけれども、それも一番下のー数字、all in sustaining, AIS って言うんですが、まあ、全てのコストを含めたもの、要は、はい あのその,のライセンスフィーとかですね、そういうところまで全部含めたものが、この一番最初の数字、まあ、だこの数字を見ていればいいと思うんですけど、はい、これが今、1068ドルですね。はい、ということは、今現在、ゴールドのドル建て価格1820ドルですから、まあ、非常に大きな700ドル以上の、はい。 リ、えー、リザザヤヤが抜けるリザイそうまさに、はい、それはもう全部利益ですからす、ね、要はコストは全部ここで抜いてるわけだからコストこれですよ、はい、これ以上のものは全て利益と考えると、えー、鉱山金鉱山会社はやっぱりすごく儲かってると、えー、金鉱山会社株は ありりですすねねっていいうぐらの数字になまよここ数年ちょっとこのコストは上がり気味なんですね。そうですね、やっぱり特にここ,、うん、特にこ,こ数年、ね、その要は物価、インフレ傾向が強いじゃないですか。人件費なんかも上がってん人件費も上がってるし、エネルギー価格も上がってきてるし、うん、そういった意味では、はいあの、金の採掘コストもですね上がってきてて、まあ、当然でしょうね。だからじわじわとかって上がってきてますね。はい そして次のスライドは、埋蔵量がどのぐらいあるかということなんですね。はい、これもね、まあ、よくセミナーなんかで話をするんですがあの、30年前に原油の埋蔵量はあと30年です、底つくよってことをよく言われたんですけど、もその30年経って、今、 原油の埋蔵量あと30年って言われてますから <laughs> <laughs> この30年何だったんだよっていうことになると思うんですけどこの今左の表でグローバルリザーブスリソーシーズってありますがリザーブスっていうのはこれ、はい、あいわゆる埋蔵量日本語でいう埋蔵量ですね、はい、あの経済的にホ で、えー、採算が合うもののことを埋蔵量って言います。はい。だから、実は埋蔵量以外にもたくさんあるんですね。それがリソースです。これは、はい、まあ要はあ金存在する金の量って言った方がいいかな。えっ<ー>ととってもだめ意味がないというか、とっても損しちゃうやつですね。ーあのー。 リザーブはこの中に含まれますね。ねだから、この万、うん、例えば、えー、こち12万8480、はい、トン、地球の表面というか、地球上、地球上というか、地球の大陸上にはこれだけ金があ,のありますよと確認されていますと。うんただし、その中で、えー、現在のコストで掘って、合、うんえー、う。 ものっていうのは五万五千四百四十トンです。そ<ー>うですね。うん、そうですね。だから。あのー、これ。埋蔵量って要は、そ値段ゴールドの価格が上がっていって。うん、で、えー、採掘のコストが下がっていくと。埋蔵量が増えていきますよね。うん、なるほど。逆もまたしんなりで、ゴールドの価格下がっていって。ま、えー、採掘のコストも上がっていったら。はいえー、埋蔵量って減っていく。 というような関係もあるんで、あので、ー、シンプルにある量というわけでもないわけですね。うんまあ、これ価格が上がれば、でもま,あまだ掘,れ掘るっていうか、生産できるものはあるということですよね。ううね出てくるということですね。うん、だから例えば南アフリカなんかは本当に、 典型的にまあ他の会社のあ他の国の鉱山会社もそうですけどやっぱりその時の価格によって掘る鉱脈を変えていきますよね今こんだけ高いから薄いとこでも掘っても採算があるじゃあ薄いとこ先に持っていこうよ。で値段が下がってきたらもうちょっと濃いコストの低いところを。 掘っていくような感じでそのマインライフというか鉱脈の,その、まあ、生産可能期間を伸ばしていくということは当然のことながらあのもう一つここで言いたい言いたいというかこれはあくまではあの地球の土地土地というか地面の,の上中で、えー、確認されたような。 なんですけども実はこれにもう,もうこんなの比ラもにならないぐらいの量の金が海の水の中には溶けて,いくっていう話がれるあこれでなんか、ね、はい。そうそうであのだからほんそれまで含めるとゴールドの量ってうもう莫大な量になるんですけれども、うん、ただ海の水の中に含まれる金の量ってのは本当にもう微小なもので、えー、東京ドーム10杯分ぐらいの海水をですね 蒸発させてようやく1グラム取れるか,どうかみたいら <laughs> と,とんでもない薄い量なんでそれ取り出すの大変ですね、うん、それでも海ってでっかいからその総量を計算すると50億トンとか,かそんなような計算がされてますけど で実際、ナチスドイツなんかはです、ね、海から金を取り出す、海水から金を取り出すようなことを実本当にあの真面目にやっ,て、うん、やってたというか、研究してたという記録は残ってるんですけどね。うん、ただ、まあ、ちょっと現実的ではないですね、うんはい。ということで、あるにはあるけど、まあ、コスト次第というところですね。うん、ここまでが供給側のお話でした。はい、ここからは、えー、需要側のまあ内訳をちょっと円グラフで見てみましょう。 あのまあ、先ほども一番最初ちょっと触れましたがやっぱりゴールドの特徴っていうのは本当にもうそのままの形宝飾品なんかもまああ,いある意味もうゴールドっていうそのままの形で、えー、作ってますよねだから、はい、宝飾それから現物これは地金とかコインとか、うんはい、あとは公的機関購入もそうですよね<ー>金の地金をそのまま買うっていう。はい、という,ういう意味でこの。 加工需要は8%しかないと、あと他はもう全部宝飾品と投資,投資っていうものですよね。だからうそういった意味じゃあ,あの、これはすごくゴー,ゴールドを楽しめてる。ゴールドがプラチナよりも高い理由は、プラチナはこれ全くこの表が逆なわけですよ。うん、投資は10%もない。うん、あとのう90%。 まあ、パーセント以上はですね、要はあ産業用需要なんですね、この加工需要ってやつですね、はい、自動車とかね。不景気になると、やっぱりそういう需要はなあの少なくなるしで、今、ゴールドがプラチナム高い理由は、要はこういったプラゴールドの需要である投資が、やっぱり、うんえー、一番ゴールドばっかり、ゴールドに入ってきてるからっていう話ですよね。うんはい ではこの緑色の部分、公的機関購入、中央銀行の存在について、ちょょっとフォーカスししてみましょうこれもねよく言われることですけれども、やっぱり中央銀行が金買うっていうことが、やっぱり金の価値を示していると。で、えー、この一番左のトップ10オフィシャルゴールデザーブス,ーブスっていうのが、中央銀行で金持っているよう。 それがあ外貨準備におけるーパーセンテージを外に出してますけれども、はい、まあやっぱりアメリカ、はいえー、ドイツ、IMF はまああの国ではないですけど、まあえー、機関ですね国際機関、はい、イタリア、フランス、ロシア、チャイナ、スイス、えー、日本、インディアというような感じで、えー、出て,てますけど、やっぱり欧米のですね国々がやっぱりすごく多いですね。それも外巡の 6割以上持ってる国がたくさんあって、はい、やはり、えー、金への信頼っていうのは非常に大きいということが言えますね。はい。この右側のチャート、グラフは何ですかはい。あのー、これは年々、えっと、どれぐらいの、おまあ、ネットというかグロスか、グロスの売りと買いですね、中央銀行の。はい えー、真ん中のチャートの青色がグロスパーチェス、はい、要は中央銀行全体としてこれぐらい買,買ってますよとで。逆に売りもあるわけですね、この赤い方がグロスセールスで売ってるところもいるわけです、ね。はいはい、だから、それのネットが右が一番右の数字で、要は大体の年、こ2017年から出てますが、ねうん、大体のパーチェス要は買いが多いということですね、すね中央銀行は。はいはい で右側は右側がそのネットです。あ、ネットのやつだけ。左側はグロース。グロース、ね。方出して、それをネットするとこんな感じですよっていうことですね。はい、だから中央銀行はもうあの今は金の買い手として存在しているういうと,、ね、ということですね。はい。そして次のスライドは 投資の内訳ですか、はい、もうこれも簡単にパパッと見てしまうとこの一番左の表がですね、うん、これが結構興味深いんですが、えー、取引所。 LBMA、のロコロンドンですね。ロコロンドンの取引がどれぐらいの規模、ーゴールドにおいてどれぐらいの規模であるかということが出ています。<ー>一番上、LBMA、これはロコロンドン、はい、いわゆる僕が作っているロコロンドンの取引ですね。うん、ロンドンのアカウントでのスポット取引なんですが、やっぱりロコロンドン多いですよね。圧倒的に。圧倒的ね、世界的に。はいうん、で、その次に来てるのはコメックス、ニューヨークの先物ですね。うんうん、で、えーまあ、ちょっと20、 20年から21年はちょっと減ってますね。いろいろ EFP がぶっ飛んだりして、えー、皆さん、ちょっとコメックスから離れちゃった部分があるかもしれません。ああ、トコムの名前もありますね、OSE <う>。この2つのマーケットがやっぱり非常に大きなマーケットなんですが、まあ、ああまあ、その世界の金価格を決めてるのは、もうこの2つのマーケットって言っても過言ではない。本当<リ>は昔はね。 この次にトコもが来てたんですけどうん。そうでしたか。はい。残念ながら今や、えー、s h f e これは、上海フューチャー、上海フューチャーズエクシェンジという上海の先物市場ですね。上海に負けてるわけですねで。この上に、その上にある SGE な上海ゴールドエクシェンジてこれは上海、えー、の現物の 延<ー>べ取引の市場ですけど<ー>まあこういう形で中国税がやっぱり次行ってきてて、はい、でトコム OSE はやっぱり随分と、うん、コメックスとかと比べてもですね、まあ、30分の1とかになったのかな今昔はね、うん、4分の1ぐらいになったことがあったんですけどうん、うん、まあないけど少ないですね、はい、であとは、まあ、コメックスマイクロっていうのはこれはコメックスの ミニの取引,のですミニ取引とトコマはいい勝負してるような感じですね。あと MCX っていうのはこれは、えー、インドの取引所ですね。マルチ<ー>、えー、コモディティエクステンはい。はい、次はボルス、これは少ないですけどイスタンブールの取引所。ーで、DGCX っていうのはあドバイの取引所ですね。あ<ー>まあ世界にこれぐらいあります。はい はいということでこんなところで取引されてますよ、はい、ということです。そして次のスライドは現物をどう見るかですね。はい、最後に、はい、そうですね、これ現物投資、あの要は本当に地ねとコインですね、の投資がどこでどのぐらいやってるかっていうのをこれで見てい,って,きていただきたいんですけど、はい、あの2022年今年は、 まあこのところ目立ってるのはヨーロッパがやっぱりだいぶ増えてきてるっていうことです。昔からやっぱり第一次世界大戦とかあったんでドイツとかそういう紙切れが、あのー、紙幣が紙切れになったわけですね。インフレでね。持ってるところはやっぱり金買う人が多くてだいぶやっぱりこれも年々伸びてきてて、まあ、今年なんかはやっぱり、あのー、ロシアのウクライナ侵攻なんていうのがありましたからね。余計に、えー、金の 現物需要は高まったんじゃないかなと思います、えー、中国それから日本があるこのイーストエイジア、えー、は,はやっぱり大きいんですけどただやあの やっぱり中国のコロナの影響とかですね、あ<ー>まあ日本もそうでしたけど、はい、そういった意味では、現物投資はだいぶうう弱まったかなと、ね、1年の比較ではね、減ったんですね、去年、2020年が結構盛り上がりましたねあの、バーンと値段が下がった時にコロナショックで、あ,<ー>あ,であそこで現物をたくさん中国、日本人買いましたけどね。 今年去年は今一つというところで,で、あとは本当はサウスアジア、これ、インドが組まれてますから、本当はここもでっかいはずなんですが、やっぱりインドもロックダウンがずっと続いてたりしてです、ね、現物の需要はちょっと弱まっているというところなんでしょうね。はい、ということで、えー、メタルズフォーカスのこの2022のゴールドのレポート、見てみましたけれども、はい、総括してどうですか。 あのーまあえー、この数字はまあ毎年こうやって出てくるものなんですけれども、あんまり大きな変化はなしと。ただ、そのやっぱりこの2年間あった、えー、パンデミックの影響っていうのが、はい、少々に現れてて、それが今、だいぶ戻ってきつつあるのかなという印象を僕は受けましたね。はい そしてゴールドはこういったまあ現物のまあ資産ということでコモディティの需給の顔とあと金融要因もね非常に大きな価格変動要因となりますのでえそちらも今後合わせてウィークリーゴールドではお届けしていきたいと思います、はい、ではここからはひろこのテクニカルということで大阪県先物の,のチャートでーどのような値動きになっているのか確認しておきましょうまずは為替が ね、かなり大きな、えー、インパクトで、えー、円建ての先物の,の価格は上がってきたんですがなかなかこれ修正が入らずに、えー、2002年の135円16銭を超えて、えー、ずっと上がりそうな。 ムードではありますこの円安が続く限り、えー、円建ての先物価格の金は非常に底堅い推移が続くであろうということが言えます。では次にその国内の金先物価格のチャートです。左側月足は えー、ボリンジャーバンドの3シグマにぶつかったところで一旦調整入りしているんですがあんまり大きな調整が入らないでいるという状況です右側冷やしのチャート見ますと、えー、ボリンジャーバンドの中心線であるあの赤いラインが今サポートしています、えー、この抵抗線ですね抵抗線と支持線を引くと今ちょっと三角持ち合いに入ったのかなというような動きになっているんですが目先は このえこの支持線、抵抗線、抜けた方に大きく動くのかなという印象です。それもちょっと為替次第なのかなと思っているんですが、えー、ここ下に支持線、サポートされている地は、どちらかというと、回優勢の展開と、でどちらかというと、上に抜ける展開なのかなという印象ですが、投資における最終判断、は皆さんご自身で慎重に行っていただきたいと思います。ののポジションはどのよううなっているでしょうか あのやっぱりあの非常に狭いところでの動きですね、うんえー、毎週、そうですね、50トンから60トンぐらいのポジション変化はありますけど、どっちか大きくブレるという形じゃないですね、うん、あんまり投資家は、えー、この先物市場で積極的に売買、トレーディングしている感じではないということですね。すねはい ありがとうございます。さあ最後にウィークリーゴールド全国セミナー展開しておりますので、ぜひ会場に足を運んでくださいということで福岡は今夜12時締め切りとなっています。こちらの QR コードを読んでいただいて池水さんと私が参りますので会いに来ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、この番組は豊かで均等し豊かトラスティ証券の提供でお届けしました。ぜひこの動画へのいいねとチャンネル登録 よろしくお願いいたします。池上さん、今日は貴重なお話、どうもありがとうございました。はい、どうもお疲れ様。はい、ではまた次回、<た>はい、はい、お会いしましょう。